そして大規模な情報企業がデータを巧妙に隠しています。あなたのデータなのに。いや、テレサ・モレッティは勝つかもな。選挙自体が意味を失う。ベルウェザーは国中の投票者に影響を与える。窓口はスラスだ。だから重要なんだ。私たちがコードをいじって以来、スラスの支持率は下がってるから、インバイトが焦ってる。おい M、 この録音を聞け。いいか、こいつはスラスとインバイト CEO メアリー・キャッツキルの会話だ。なんとかしてくれないか。まずいんだ。直接会いましょう。解決する方法ならあるわよ。おお、ありがたい。ベントハウスへ来てくれ。警備を強化してちょうだい。助かるよメアリー。この件は内密に記録する。使えるかもしれない。協力する。馬車がお待ちだ。そいつはどうも。厳重に警備されてんだろうな。調べておいた。あちこちにセキュリティカメラがある。それを使って様子を見ればいい。セキュリティカメラで監視を突破する。それな。投票は人々の数少ない手段だ。インバイトは投票パターンを監視してる。ああ、そうだろうな。このインバイトの一件はムカつくぜ。企業の操作はいつものことだけどよ、こいつら陰湿すぎんだろ。全部の動きを支配してる。全てを知ってそれを利用してるんだ。分かった、行ってみる。辺りを調べてみる。テントハウスを直接乗せてるかも。確認してくれ。お前も見たいだろ。ミスターネメック、これは驚いた。驚いた？驚くだろうな。ひどい顔だぞ。ひどいじゃないか。あんたとミズ・キャッツキルは約束したのに。何も約束はしてないわ、マーク。約束は子供のやることだぞ。脅迫か。もっと気の利いたものにしたかったが、陳腐な方がいいだろう。この州は薬物を乱用するよりはるかに浮気に寛容なのよ、マーク。私は国会議員だぞ。手短に言うと支持率が暴落しているんだ、マーク。危険は冒せない。計画変更だ。覚えているはずだ、マーク。そうだろう。これが概要よ。興味あるならね。あれで再選できるはずでは。いや、奇跡は負け犬の手段だ。決断できないのかね。万一の時はいいか、口を開くんじゃない。写真の時とは違う。申し訳なく思っているよ。次は努力しよう。見たか、ドゥシャンが絡んでた。あっちはすごいことになってるな。建物がグリッドから消えた。侵入できないし内部も見えない。行かないと。この状況の手がかりを探す。こっちは隣の建物の上にいる。奴のペントハウスに入れそうだ。クレーンがたくさんある。向かってる。
よう、ベンチ。マーカス、調子はどうや。なあ、見ろよ。あ？街が見渡せる。たくさんの人がいる。たくさんの人が。ああ、苔にされてる。実感すらない。ただ、麻痺してる。クソだな。こいつはみんなを人間に戻す戦いだ。ああ、そうだな。オーケー、お前は証拠、こっちは脱出計画だ。あれが議員か。まあ、いや、あれはヘリコプターだ。この野郎。
建物に再接続する方法を探して。心配するな、侵入させてやる。そしたらボットネットで全部ダウンロードしろ。でもそうすると中にいることがバレる。じゃなきゃパーティーが始まらない。サプライズあるしな。いいぞ、始めろ。作戦の準備ができた。すげえぞ、絶対気に入る。ジップラインを用意したのに。ああ、そうか、サンキュー。助けてやろうとしたのに。まったく。実際はそこに行くには決まったフェリー会社を使うしかなくて、かなり前に予約しなくちゃいけないの。ここに住んで何年にもなるのに知らなかったのよ。連中のプラン B が判明した。投票機を狙うつもりだよ。保護されてんじゃないのか。投票後のデータだけね。インバイトのデータがあるから実際の投票まで得票を無視できる。保管場所をジョッシュが突き止めた。フォートポイントで合流してくれ。分かった、今向かう。それからマーカス、爆弾を持って行った方がいいかも。その言葉を待ってた。メイはそのことを怖がってたから安心してほしいのよ。
ジョシュ、中にいないよな。ねえマーカス、屋上にスナイパー。スナイパー？どういうことだ。有名ないだ、いるとは思わなかった。きっとドゥシャンだ。なんで小声なんだ。小声じゃない、中に入れない。入らないな。奴らは明日この機械を設置するんだろ。どうすればいい？リバースエンジニアリング？いや、時間を考えると無理。軍用ウイルスかもしれない。全て破壊するのが一番の方法だ。全て破壊？爆破でもするのか？軍事基地だから爆発物はある。投票機がなければ選挙は遅れる。ああ、改ざんを暴露して人々に時間と情報を与えて判断させる。納得したよ。お前はどうだ、ジョシュ？オーケー、分かった。投票機を爆破するのはやりすぎ？全然。そうだ、選挙まで時間を稼げる。市民のためだ。全部片付けた。多分そこから逃げた方がいい。
出るぞ。よかった。ペントハウスで手に入れた素材でビデオを作ったから見てみて。市民たちよ、インバイト氏は皆の貴重な一票を今でももてあそび続けている。皆は標的にされ、感情を操作されてマークスラスを支援するように仕向けられていたのだ。しかしデッドセックがハックしてアルゴリズムを変更すると即座に逆転した。インバイトはスラスを当選させようと独自のハッキングを行った。これだ。インバイト CEO のメアリー・キャッツキルがスラス本人に自動投票機用のウイルスを渡している。選挙は延期された。市民よ、この時間で考えるのだ。違法操作されることはもうない。自らの考えで投票するのだ。レッドセックは真実を告げた。行動を起こせ。